アスレチックス9にエンゼルス、1日、日本時間2日、オークランドコロシアム。エンゼルス大谷翔平投手、29、が、3番 DH で出場し、第3打席で右翼線を破る2塁打を放った。5点ビハインドの6回無視、左腕シアーズの内角高めスイーパーを引っ張り、右翼線へ運んだ。4試合連続安打をマークし、チャンスを作ったが、得点にはつながらなかった。8回西の第4打席は左腕ニューカムとの対戦でフルカウントから四球で出塁。同投手がピッチクロックのバイオレーションを取られ、珍しい形の四球となった。この日は3打数1安打1得点で打点はなし。打点リーグトップで1打点を稼ぎ、今季98打点としたアストロズタッカーとは3差に広がった。また、8戦連続ノーアーチは今季ワーストタイとなった。チームは大敗、先発のサンドバルが4回に5安打を浴び、5失点で今季11敗目を喫した。ネビン監督は同投手について、ベストの状態ではなかった。3イニング目に良くなって、落ち着くと思ったが、4回が問題だった、と振り返った。救援陣も踏ん張れず、メジャー最低勝率のアスレチックスに大敗。64勝71敗で、借金は今季最多タイの7となった。大谷翔平は見たいけど、消化試合中の消化試合、興奮度ゼロ、NHK の MLB 中継に不満の声、ドジャース戦が見てよ。9月2日、日本時間、以下同、MLB エンゼルス対アスレチックスの試合が行われ、大谷翔平は、3番、DH、で出場した。大谷翔平は3打数1安打、第3打席で2塁打を放ったが、チームは2対9で大敗した。この試合は NHKBS1 で午前10時30分から生中継されたが、SNS にはこんな声が。エンジェルスとオークランド大谷翔平以外は、何のあれもない消化試合中の消化試合だよな W。エンジェルスとアスレチックスで草野球やってる選手も観客も興奮度ゼロののんびり消化試合。大谷翔平の打席が見たいだけだからだるすぎるな。エンゼルスは8月、8勝19敗と大失速。プレーオフ進出への望みは絶たれ、主力選手を多数放出しました。9月初戦となるこの日の試合は、5選手をメジャー昇格させ、早くも来季以降を見据えた体制に移行しました。かたやアスレチックスは、今季序盤からメジャーワースト記録に迫る勢いで負け続け、勝敗は3割を切っています。完全なる消化試合と言っていいでしょう。そのアスレチックスの本拠地の試合ですが、スタンドはガラガラ。ホームチームが一方的な展開でリードしているにもかかわらず、全然盛り上がっていませんでした。本塁打王と打点王の個人タイトルを争う大谷翔平の打席以外、見どころがない試合と言われても、仕方ありません、スポーツライター。そして多いのが、こんな意見だ。NHK にアトランタ VS ドジャース中継してほしかった、絶対面白いのにこのカード。ブレーブスとドジャース MLB の頂上決戦みたいでほんまに面白そう。ドジャース対ブレーブスが見てーよ。ブレーブスはナリーグ東地区1位で、ドジャースは西地区1位、共に勝率は6割を超え、2位に大差をつけています。このナリーグの2強がプレーオフで対戦する可能性は高く、9月1日からの4連戦は、MLB ファンの間で注目を集めているのです。その初戦、9月1日の試合は、頂上決戦と呼ぶにふさわしい熱戦でした。MVP 最有力と言われるブレーブスのアクーニャ・ジュニアが、満塁本塁打で史上初の30本塁打&60盗塁を決めると、ドジャースのムーキー・ベッツが2本塁打でお返し。最大6点差をつけられていたドジャースが盛り返し、最後は8対7でブレーブスが振り切って勝利しました。2日の試合でもアクーニャ・ジュニアが本塁打を放ち、ドジャースタジアムでは熱い戦いが繰り広げられています。どう？ SNS には、@NHKMLB 中継昨シーズンの今頃もそう思ったが大谷翔平がいるエンゼルス、今シーズンもポストシーズン進出の可能性がほぼないのにエンゼルスの試合ばかり放送する。他に見たいカードがたくさんあるのだが、大谷翔平の情報はハイライトで見ればいいのだが、という意見も、皆様の NHK さん、いかがでしょう？大谷翔平1安打1四球、エンゼルス GM、怪我をしてからも非常によくやっている。
米大リーグエンゼルスの大谷翔平は1日、日本時間2日、敵地オークランドでのアスレチックス戦に3番指名打者で臨み、6回に右翼線を破る2塁打を放って3打数1安打、1四球だった。エンゼルスは2球で敗れた。6回、先頭で打席に入ると、大谷翔平は内角高めのスイーパーを強振。打球は1塁手の横を抜けて右翼線に転がり、悠々と2塁に進んだ。四球で出た8回は、続くドルーリーの2塁打で一気に生還した。試合前、エンゼルスのミナシアンゼネラルマネージャー、GM は右肘靭帯を損傷してからも打者として出場を続けている大谷翔平について、怪我をしてからも明らかに非常によくやっていると話し、今後の治療方針に関しては何も説明しなかった。ある時点で決断を下さなければ、大谷翔平の二刀流にヤンキース大物 OB が見解、投手は理由があって一つのことをする。右肘の靭帯損傷により、エンゼルスの大谷翔平は今季の投手としての登板を断念することとなり、二刀流に関しても様々な意見が上がっている。大谷翔平はここ3シーズン投打で常時出場を続け、今季も含めて MVP 級の成績を残してきた。しかし、今回の故障により、今後、自身2度目となるトミー・ジョン手術を行う可能性が出てきている。当然、手術を行った場合には、来シーズンの出場への影響は避けられないという見方がほとんどだ。今後決定となる治療方法にはファン、関係者の関心が高まっている中で、米メディアでは大谷翔平のこの先のプレーについて、MLB の大物 OB による見解が伝えられている。米スポーツメディア、ヤードバーカーは、元ヤンキースのバーニー・ウィリアムス氏が大谷翔平の二刀流について語ったコメントを紹介する記事を配信。トピックでは、ワールドシリーズで4度優勝したバーニー・ウィリアムスは、エンゼルスの二刀流スーパースター、翔平大谷は最終的には投手か打者のどちらかにフルタイムで出場するべきだと考えている、と綴られている。その上でウィリアムス氏は、彼、大谷翔平は面白くて素晴らしい選手だが、ある時点で打撃と投球のどちらで決断を下さなければならないだろうと思う、と見込んでいるとして、投手であることは本当に難しいので、投手は理由があって一つのことをする、として、投、打、いずれかでプレーすることだけでも負担が大きいと指摘したという。また、トピックの中では、トミー・ジョン手術の経験を持つ医師が語ったとする二刀流継続への見通しも掲載しており、29歳の彼が打者としての役割を続けながら先発投手に完全復帰したいのであれば、2024年いっぱいかけて、今回の故障から回復するべきだと提案しているとして、来シーズンを治療期間に充てるべきであるとも記している。現在は打者としての出場を続けており、今後のセカンドオピニオン次第ではシーズン終了を待たずに、今季を終える可能性もある大谷翔平。いずれにせよ、今回伝えられた米球界 OB の見解は、この先の現実的な選択肢とも言えるだろう。